皆さんこんにちは、三上雅史の趣味は園芸チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さて今回はですね、気軽にぜひ野菜を育てていただきたいなと思いまして、葉物野菜の寄せ植えを作っていきたいと思います。まあ、野菜を育てるっていうと、やっぱりしっかりプランターで株間を開けて育てましょう。もちろんそれがね、一番いいんですけども、せっかくならおしゃれにも楽しみたいじゃないですか。そこでおすすめの野菜が葉物野菜です。はい、こちらレタスであったり、あとサンチュですね。で、実はこちらケールです。それこそ青汁の原料ね、苦いってイメージがあるケールですけども、今ね、品種も本当に素晴らしい品種がいっぱい出てきてくれていて、美味しいんですよ。サラダで食べても美味しい、こちらケールです。まあ、キャベツのもう先祖ですね。で、こちらの葉物野菜選んでいるポイントはですね、結球しないタイプなんです。結球、結ぶ玉って書くんですけども、僕らがレタスやキャベツ、野菜、もう八百屋さんで買う野菜って丸いですよね。あれってしっかり結球丸くなって大きくなってから、バスッとですね、株元で収穫してるわけですよ。そうするともう株は終わりなわけですね。ですが、こちら、結球しない、もうサンチュであったりリーフレタスって、丸まらずにこう、どん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 葉が湧き出るようにね、出てきてくれるんですよ。丸まらないので、随時、外側から、例えばこちら、サンチュですよね。サンチュを、もう外側から葉っぱ、収穫できるんです。というのも、中心部。これ全部共通なんですか、こちら。中心部が成長点なので、ここから新しい葉っぱがどんどん湧き出てくれるんです。で、ここの場所を残しておけば、一回で終わりじゃないんです。ちょっと一回、例えば収穫しますね。これ外側の葉っぱ、これ食べようと思って、もうもぎたて、積み立てですよ。積み立てこれを食べて。でも、この成長点がしっかり残っているので、まだ楽しめるわけなんですね。で、同じようにこちらも楽しめます。ケールに関しては、ちょっとね、姿違いますけども、同じなんです。この下の外側から積んでいく。かき取るがですね、かき取って収穫していく。するとこちら、中心部、ここを残しておけば、ここからどんどん新しい葉っぱは出てきます。なので1回で終わりじゃありません。もちろんこれらの野菜もしっかり育ってから下で株ねバサッと切って、でそれで販売されてます、八百屋さんでは。そうではなくて、今回僕のおすすめの方法はあえて外側からかき取って収穫していくっていう方法で楽しんでいただきたいんです。そうそう、長く収穫楽しめて、姿もこの株姿も長くね楽しめるので、寄せ植えにおすすめなんですよ。で、寄せ植えの時ってどうしてもこうちょっとね詰め気味に植え付けるじゃないですか。で、本来先ほど言った通り、しっかり株が育ってから1回で収穫するんであれば、もう一般的な育て方、しっかり株と株の間を開けて育てましょうになるんですけども、今回のようにどんどんかき取っていくんであれば、そんなに横幅いらないんですよね。もちろん根っこはしっかり成長していくんですけども、地上部の横幅が必要なくなるので、それほどは。なので葉物野菜であれば寄せ植えできちゃうんですね。で、ずっと生きるわけではありません。こちらでもね、寒さにケールなども強いので、まあ、冬の間もね収穫結構長く楽しめたりしますが、まあ、さすがにずっとではないので、その後もう収穫を終える形になりますから、あくまでその期間楽しむということができますから、寄せ植えおすすめしたいと思うんです。で、十分美しいんですよ。今品種が豊富で、こちらね、ここレタスなんですよ。全部レタスでもこんなフリフリしたね、フリルがかったものとあれば、こうやって色もね美しいものもございますし、ケールもこんな風に色違いもあったりとか、これちょっと縮れてますよね。もうハボタンみたいな。もうハボタンもね、実はもともとキャベツなんでね、近いんですよ。でも、せっかくなら食べられると余計嬉しいじゃないですか。はい。なので、カラーリーフ寄せ植えとして、カラフルで、形もね、姿も美しい、このような葉物野菜選んでいただけたらと思います。はい。で、作っていきたいと思います。用意するものは今のように苗ですね。で、サンチュ、レタス、そしてケールを今回は選びました。で、鉢なんですが、大体こちら、今日は、どうしようかな、5株ぐらい植えようかなと思っています。で、15鉢ですね。こちらもお家で余っている鉢があればね、使っていただいて OK です。葉物野菜の根ってそこまで深く張る印象はないんですよ。なので、まあ、こういったね、まあ、そんなに深めの鉢じゃなくても、十分僕も育てていて、育ってくれていますので、こちら使っていきたいと思います。寄せ植えでしたらね、こういった鉢、おすすめですね。もうここからはね、もう普通に寄せ植え、もうカラーリーフの寄せ植え作っていくのと同じです。で、鉢底石ですね。水はけを良くするために、鉢底用の石です。はい、こちらを、このようにですね、先にネットに入れていくのを僕はお勧めしております。これ、鉢底石用のまさにネットも販売していますし、排水口用のネット、網目がね、粗いものですね。あんまり細かすぎると水はけ悪くなっちゃうので、
そういったものを使っていただいて、まあ、上をね、結ばなくても、こう折りたためば OK です。あとでね、土と混ざらないようにするためです。で、これを下に敷いて、はい。こんな感じですね。で、こうすることによって、後で植え替えるときに本当に楽なんですよ。土とね、どうしても石が一緒になると、仕分けるの大変になっちゃうんでね。これぜひね、おすすめです。で、土なんですが、野菜用の培養土を使ってくださいね。野菜ですからね。野菜用の培養土。まあ今はね、草花野菜用、どちらにもね、使える草花野菜用培養土っていうのも売っておりますから、そういったものを使っていただいて OK です。こちらを入れていきます。ね、野菜っていうともう野菜用にしっかり育てるっていうふうに思いがちなんですけども、もう本当に気軽にこの葉物野菜でしたらね、結球しないタイプ選んでいただければ、寄せ植えでも楽しめちゃうので、本当おすすめです。あ、ちょっと今日朝、少し、積み立てレタス食べたいなっていう本当必要な量だけね積むことができるので、もう積み立て収穫して食べるとやっぱ美味しいですから。である程度入れて、でこの時にちょっと鉢のね高さと合わせるように、この縁とね合わせるようにしていただければと思います。はい、あとはですねレイアウトを考えていけば OK ですね。どうしようかなと。でなぜこちらをね今ケール選んだかというと、ケールがねいいアクセントになってくれるんですよ。こう立ち姿がまあ、寄せ植え作る時のちょっと樹木のタイプに近いですよね。そんな風に、後ろをちょっとケールで背を高くして、こちらのレタスね、色も美しいですし、ちょっとスッと立つ印象もあるので、こちらも後ろにしましょう。で、このレタスがね、面白いレタスなんですよね。こんな風にね、ちょっとこう、株、もちろん中心からどんどん湧き出るように新しい葉っぱが出てくるんですけど、外側の葉っぱがなんかまとまり、一つ一つなんかブーケみたいにね、ほら、なんか小株が生まれるかのような、まとまってくれてるんです。だから、これ、ちょっとまあ寄せ植え作る前なんですけど、収穫するときに、このね、このままちょっと摘む。ツイッと、ちぎる感じ。ほら、もう一房できるんですよ。で、簡単にパラパラ分けられるんで、これでもう、朝食にちょっと入れていただく。いいですよね。サンドイッチ作るにもいいですよね。食べちゃおう。美味しい。我慢できなくなっちゃった。しっかり洗って皆さん食べてくださいね。しっかりまたね、後ほどこちらいただきますけど。ああ、やっぱり摘みたて美味しいですね。はい。こんなね、摘みたてを楽しめる寄せ植えです。で、こちらちょっとメインで大きめなんで中心に置くようにしましょうか。こちらちょっと一回レイアウト作っていきますね。で、まあ、このサイズ15鉢なら、まあ、やっぱりなるべくね、ぎゅうぎゅうにはしない方がいいので、まあ、行って、5株かなっていう感じです。今はこれ小さいですけどね、やっぱり大きくなってきます。まあでも随時収穫していけばこのサイズでね、保つようにしていただければと思うんですが、ちょっとこっち近いものがある、この山中にしましょうかね。こんな感じにしましょうかね。はい、レイアウトがね、ある程度できたら、あとは植え付けていきましょう。もう本当にいつもの寄せ植えと全く一緒ですからね。まあポイントは、さすがにやっぱぎゅうぎゅうにしすぎないってところがポイントになります。株を抜いたら、まあ、少しほぐす程度でいいですね。で、まあ、古いね、肩に土、もし苔とか張っていたら、そういうものは取り除いてください。あと、下葉枯れていたらね、取り除いてくださいね。で、このような感じです。ちょっとアクセントにね、ケールのちょっと色違いをですね、2つ、背景にしたいなと思っております。こんな感じ。食べられるって嬉しいですよね。こちらもですね、こんな感じで。そして、中心に、ドドーン。およいしょ。おこんな感じで、置いて。よいしょ。わ手前に、山中。もう一株いけますね。こちらも入れましょう。随時ね、収穫するようにしていけば大丈夫ですから。このような感じですね。はい、入りました。このような姿です。すべて食べられる葉物野菜ですからね。カラーリーフ寄せ植えになりました。で、土をしっかり入れていきましょう。土はですね、株と株の間にしっかり入れるようにしてくださいね。
ここをねしっかり入れないと後で水やった時に土が下がっちゃってですね、根がむき出しになってしまいます。そうするとまた土入れ直さなきゃいけなくなって二度手間になってしまいますから、土はしっかりと株と株の間、この鉢の縁もね隙間空きますから入れるようにしてくださいね。さーっと入れるだけではね足りなくて、手でね、手やまあ割り箸など使っていただいてもいいんですが、少しこう押さえていただくと下に沈みます。ですのでそこにまたしっかりと入れるようにしてください。そしてウォータースペースですね、水しろ部分、水やった時に土がこぼれ出ないようにここのね余白部分はだいたい2センチぐらい取っていただければ OK です。ほい、こんな感じですね。よいしょ。でここからねもうどんどんまた育ってくれますが、はい、完成いたしました。葉物野菜のカラーリーフ寄せ植えでございます。で、まあ、すぐに収穫したくなるところなんですけども、ポイントはやはりしっかりある程度ちょっと茂らせましょう。で常に葉っぱは5枚から7枚ぐらいは残すようにしていただいた方が元気に育ってくれますので、もう少し育ってから外側の葉っぱから必要な分収穫で、ポイントは5枚から7枚は残すようにしておくというところが一つね、元気に育つポイントになります。全部全部やっぱり中心のね本当に新しく芽吹いた葉っぱだけを残すようにしちゃうと、そこだけでしか光合成できないので弱ってしまいますから、やっぱり元気な葉っぱは残すように、でも中心部はまだ摘まずに残すようにしていけば長くですね、本当に冬の間も結構たくましくねどんどん葉っぱ出してくれますからね、楽しんでいただけるかなと思います。まあ、うまくいけば今ちょっと10月に植え付けたんですけども、本当に2月ぐらいまでね楽しめるかなと、もちろん品種などにねよるんですけども、そのようなふうに楽しみますので、でポイントはとにかく随時摘んでいてぎゅうぎゅうにならないようにしていただくっていうことですね。であと肥料ですね、肥料もやはり必要ですので、あの野菜用の肥料をですね、その肥料によって規定量って書いてありますから、そちらをまあ置いていただいて、で水やりの時溶け出して効くようにしていただければ、どん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 ね元気に育ってくれます。で置き場所はしっかり日光に当ててください。外の風通しのいい日光に当てる日に当てていただいて、で水もですね土が乾いたら鉢の底から流れ出るまでたっぷりやっていただく基本の管理ですね。まあ、鉢の土乾いたかどうか確認は持っていただくとね、このぐらいのサイズでしたら簡単に重さで分かりますからね、そのようにしていただければと思います。で気になるのが病害虫かと思うんですよ。やっぱりね僕らが食べて美味しいように虫さんたちもですね美味しいわけですよ。でも僕も育てていて、このリーフ系のね葉物系の野菜って今日特にね植えたものってそれほどね心配しなくていいかなっていう印象です。とはいえやっぱりついたりはするので、まあ市販のねそういった野菜用の薬剤も売っておりますけども、できれば無農薬で食べたいですよね。そういった場合はですねおすすめ動画上げております。もうお酢と唐辛子とニンニクで作る虫対策のスプレー作り方上げておりますので、よかったらそちらをですね、適宜ですね噴射していただけると病害虫対策になります。でもさらにねもう本当についちゃって困るよって場合はですね、もうそういった虫除けのネットなども売っておりますから、そういったものをかけていただいてもいいかなと思います。はい、というわけで今回はですね葉物野菜で寄せ植え、随時ですねちょっとずつ摘んで新鮮な野菜を楽しんでいただける方法をご紹介いたしました。こちら使ってね見て楽しんで食べて楽しみたいなと思われた方、ぜひグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上三上雅史の趣味は園芸チャンネルでした。ありがとうございました。食べたくなっちゃったんでちょっとケール1個すいません失礼します。いただきます。甘いっすよケール、やっぱりうまい。もう1枚。